テオドール・ド・バンビルは、フランスの詩人、劇作家、批評家。ル・コント・ドリール、シャルル・ボードレールと並んで1850年代の、フランス史を牽引し、後に、高等派の先駆者の一人として詩談に重きをなした。テオドール・ド・バンビルは1823年、アリエケンムーランに生まれる。幼少時の幸福な体験は、後の作品でしばしば振り返られる。7歳から、 パリの寄宿舎に入る。病弱なテオドールにとって、この生活は楽なものではなかったようだが、この頃感激の楽しみを知る。ロマン主義の詩人の作品に出会うのも同時期である。リセブルボンでは、シャルル・アスリノー、コンクール兄弟などの将来の文学者と知り合う。16歳頃から試作を始める。1840年、パリ大学法学部に登録。 当時の文学者志望の若者の例に漏れず卒業はせず、翌年、ボードレールの地遇を得る。1842年、諸女詩集、女蔵中を出版。事実上の慈悲出版であったが、当時の師団では一定の評価を受ける。19歳でのデビューは、ミュッセのそれに匹敵する早さである。1845年、海軍退役軍人であった父死去。成型のため、 コルセールサタンやシルエット等の様々な定期観光物への寄稿を開始。中には後綱渡りの王道に収録される風刺詩もあった。1846年には第二の刺しゅ入小石を発表。奇数足やシャンソンの模倣など、その序上詩の可能性の模索を続ける。以降も様々な媒体に寄稿するが、1849年から始まった。 ディックスでサンブル神の劇表は、彼の指論、劇論を知ることができる点で重要である。1851年からは劇作にも着手。1852年末、オデオン座にて、アリストパネスの文芸欄を上演。バンビルの劇で最初に上映された点だけでなく、ルビュというごく庶民的な演劇ジャンルを詩人が手掛けた、例として貴重な作品である。1856年には、 詩集、小王土襲撃、レアンドルと定期的に作品を発表し続ける。しかし、バンビルの1850年代で最も重要なのは1857年の綱渡りの王土出版であろう。この詩集で、バンビルは叙情詩と滑稽の合一を目指し、その滑稽さは多く、詩句と内容のズレ、あるいは既存の他の作家のパロディから生まれている。同年、 それまで発表した詩集と未完の詩をまとめた、全詩集1841から1854を出版。ここで、灰の血となる詩が初めてまとめられた。1850年代最後の数年、バンビルは神経症を病み、ベルビューで療養を余儀なくされる。彼が健康を取り戻すのは、1860年、女優マリード・オブランと共にニースに滞在してからになる。 テオドールド・バンビル1861年、パリに戻った、バンビルは創作活動を再開。1862年の紫随章、1869年、新綱渡りの王道として出版される詩を発表。一方で、森のダイアナ、ネリーヌの悪ルくみなど、劇作も発表し続ける。1867年には、 バンビル自身が最も評価した詩集、流刑者たちが出版される。同時期に第一次高等発集が発刊。バンビルはその中で重要な位置を占める。この時代、バンビルはルコント・ドリールと並んで皇族の世代を導く役割を果たしていた。彼の元を訪れた若い詩人は数多いが、その中にはシャルルビルから家出してきたアルチュール・ランボーもいた。 不仏戦争、コミューン時も、パリから離れず、愛国的な詩を連載し続けた。これらの詩は、戦後8 7 2年に、プロイセン伝言詩としてまとめられる。同年、実作者による貴重な詩論書、フランス詩小論を出版。ユゴをはじめとしたロマン主義の手法を擁護するが、一方で、ベルレーヌ投稿族の詩人たちの革新に先駆ける、独自の論考も含んでいる書き物である。 ベルレーヌの作品を即座に評価し、第三次現代高等発集の編集委員の中で、ただ一人、マラルメの半重心の語語を認めたのは、バンビルであった。1870年代を通じて、ナシオナル紙にて辞表を担当。ルメールからこれまでの作品を全六巻にまとめ、再刊。1874年、エリザベト・ロシュクロスと結婚。 霧の息子にあたるジョルジュロシュグロスは、バンビルの作品の差し絵を担当することが多かった。1878から1879年にも、シャルパンティエから、決定版詩集全3巻を出版するが、実際には死ぬまで手を加え続けている。1880年代に入ってからは、三分作品が増える。コント、ポルトレニグーアなど、詩人バンビルの重要な一面である。 試作、劇作も衰えを見せず、死後出版の、どんなフォーネーズを含めた3冊の詩集をシャルパンティエから出版。劇作も、シャルパンティエ、ルメール車両法で先週を出版した。1891年、パリシエプロン通りの自宅にて、脳一血で死去。67歳。遺体は、モンパルナス墓地に葬られた。1892年に、 リュクサンブール公園に銅像が混流された。その時式辞を述べたのは詩人ステファン・マラルメだった。1830年代に少年期を過ごしたバンビルは当然ながら先行するロマン主義の作家たちを愛読した。ユゴー、ゴーチエ、ミュッセ、シェニエ、バルザックなどの名が挙げられるが、特にユゴーとゴーチエからの影響は大きかった。1842年の 女像中では十二音節式タイラインの伝統的な死刑を多く用い、ユゴー、ミュッセの模倣が目立っていた。ホラティウス、ウェルギリウスなどの古代の作家たちの作品のパラフレーズも多く見られる。バンビルが自身の指摘、独自性を確立するのは1846年の小入石を待たねばならない。そこでバンビルは伝統的、古典的な死刑、 女児史的な主題から離れ、女上宿への傾向を強める。具体的には、様々な施設の使用、奇数客属用から借用した繰り返しの導入などが特徴である。主題的にも、神話的な継承を用いつつ指摘創造そのものを歌ったもの,の現代的な形の可能性を模索している。十二音節宿が比較的多く用いられているが、タイラインは少なく、 序状史的な六行施設や四行施設と組み合わされて用いられており、特にパリスの決断は神話のエピソードを極めて多様な施設、隠律を用いて描いた詩として意義深い。内容面でもシプリスの呪いではヴィーナスを19世紀のパリに退治させ、ボムに同時代的な要素を持ち込んでいる。また実際に劇場で朗読されたり上演された作品も多く、 収められており、演劇都市という、異なったジャンルの相互浸透が見られる。小乳石から10年のインターバルを置いて発表された、小王土衆は、小乳石の死刑の探求、叙情的主題を受け継いでいる。小王土アディレットという語は、ロンサールの発案した語であり、ここで16世紀詩人たちへの参照は明らかである。しかし、バンビルは単に過去の死刑を発掘するにはどまらず、 それを現代的な主題に適用しつつ再生させることを心を見ている。より後の紫髄章は、副題にロンサールのリズムをもとに作られた恋愛についての新たな昭和度となり、16世紀史の継承と発展の意識が1860年代に至るまで一貫していたことを示している。助造中では、ほとんど見られなかった滑稽さ、風刺の追求こそ、 1857年の綱当たりの王道の特徴である。ここで詩人は完全に同時代を対象とし対等するブルジョワ階級や敵対する芸術家の流派を風刺してみせた。また風刺の一つの方法としてパロディを大々的に剣伝したことも特徴と言える。そしてこれらの現代性は司法上の革新を伴っていた。 脱球したような印象を与える四苦のリズムと文のずれ、16世紀の作家のものでありながら、同時代を歌うことで全く違った味わいを持つようになった提携し、これらはバンビルの指的技巧を称するものではあるが、以降彼は死刑に飲み込んでし、思想を書いた詩人という批判を受け続けることになる。1869年には、新綱渡りのオードが出版されている。 地方面の傾向は、綱渡りの王道と、さほど変わりはないものだが、風刺の対象はより具体的に、1860年代のパリ改造や機関銃の発明などを風刺、批判している。後年の不仏戦争を扱った、プロイセン伝言師、晩年の我ら皆、鈴と金といった詩集も、同時代を主題としている点。そこに風刺的、皮肉な視点が見られる点で、 この系譜に連なる作品と見ることができるだろう。第二訂正したにおける芸術家、詩人の姿を神話的な継承をもって思考した詩集、流刑者1867は前期のバンビルに対する偏見を覆す詩集であると言える。詩刑はよりオーソドックスになっているが、もはや、助造中で見られた古典的で成功なしくは見られない。 砂渡りの王ーで探求した宿が、ここではより本質的な主題において適用されていると言える。死刑に対する探求は衰えず、流刑者移行版ビルはソネ、ロンデル、バラードといった定型紙のみで形成された作品を発表している。これらの実験は、16世紀以来の古い定型が、どれだけ19世紀の現代に対応できるかという、問いを含んでいる。アンドレジルが、 アンビルを描いたレゾム・トージュ・ル・デュイの表紙がそして彼の指論が実作の形ではなく、はっきりと示されたのは1872年のフランス思想論である。この作品は2つの側面で重要である。第1は、これがロマン主義から1857年の世代、高等派を経て、象徴主義まで至る司法の流れを記述していることであり、そして第2は、 その手法の持つ意味についての思考が展開されていることである。まず、バンビルは血の必要条件として、それが歌われるものであることを強調している。歌うことのみによって、人は普段失われている神聖と超自然を取り戻すことができるのだ。これがバンビルの定める叙情性の定義と言える。そして、歌として最もふさわしい叙情そのものである死刑。 オードが商用される。ここでバンビルはオードの定義を拡大し、他のあらゆる怪ジャンルもオードは内包していると書いている。つまり、死と名付けられるものはすべて助長死ということになる。このジャンル感はアリストテレス的助士的、助長的、劇的の三区分とは全く異なったものであり、これはビクトル融合のクログウェルの助分が意識されている。そこで融合は喜劇、 悲劇の要素が共存するドラマという形を商用していたが、バンビルの場合は、そのような要素の根拠を商用するのではなく、叙情のキーワードの下すべての要素が統合されるのであり、古典的ジャンル区分の一種の否定とも言える。具体的な四方面では、奇数足もたま数脚同様に可能であると1、音節から13音節までの因律の例を引き、 古典主義以来多く用いられてきた十二音節、八音節縮以外の因律の存在を強調した。また、十二音節縮や十音節縮における区切りについて、その位置はどこに置かれても良いと主張した。ここで、バンビルは縮の因律に属する区切りセシアと文章のリズムに生じる区切りを混同しているが、一方で、この主張は因律構造と、 文章構造の一致という古典主義的傾向を完全に出した証と見ることもできる。よそで彼は、四苦の因律と文章のリズムは別の次元にあるもので、無理に一致させるべきものではないと述べている。実際、バンビルの四苦には、四苦の区切りと文章が一致しない結果起こる、くまたがり銀じゃんメントがしばしば見られる。続いて、バンビルが論じるのは、客員である。彼はこれを、四苦。 引いてわしの必要条件とすら言い切る。それは一見、試作品を単なる、大ュバウトライムに貶めるように理解されるが、ラシーヌやユゴ合の例を引いた、バンビル自身の説明を見ると、客員はそれ自身の響きのみによって、効果をもたらすのではなく、四の他の子と意味的音声的に影響しあって、効果をなすのであって、他の子の存在もまた構成要素として必須であり、 彼が客員の身に死を還元しているわけではないことがわかる。そして、位置的、音声的に最も目立つ客員の位置へ、四苦のキーワードを置くことで、その後をより印象づけるのである。ここで、客員は、単に因文の形式を構成する要素だけではなく、四苦の表現力を高めるものとしてあった。前世紀においては規則にのっとって用いるものだった。因律、客員は、 19世紀になって、詩人たちが自身の表現のために用いる道具となったのである。聖誕地ムーランのテオドールとバンビル像19世紀における16世紀の定型詩の再発見を反映し、バンビルは、ロンドー、ロンデル、トリオレ、バラット、シャン、ロワイアルといった16世紀の定型詩の説明に多くのページを割いている。これらの詩形を用いることは単なる復古趣味ではなく、 古典主義に対する一つの定律であったことは忘れてはならない。しかし、フランス思想論は、本来学生向けの教科書であり、バンビルの思論が従前に表現されているわけではない。その多くは、未だ研究の対象となっていない彼の三文作品や未完のままとなっている新聞記事批評などに現れている。これらの記事については、2003年に2冊本の先週が、 チャンピオンから出版されているが、全体からすると、ごく一部に過ぎず、バンビルの辞表の肯定版の出版が待たれる。上のフランス史上論において、バンビルは、フランス史の様々なジャンルの中に、悲劇、喜劇、ドラマといった演劇ジャンルも含めていた。彼の叙情史観では、史と演劇の差は乗り越えられるべきもので、実際バンビルの劇作には、試作品との相互浸透が見られる。 しばしば、バンビルは、劇作品の中に、提携詞を導入する一方、綱渡りの王土や、灰の地には、実際に舞台にかかった作品が収められている。バンビルは、ユゴが、悲劇やドラマにおいていったことを、悲劇について行うと述べており、他ジャンルを吸収、稲ジャンル自体を否定してゆくユゴの試論、劇論を、彼なりの仕方で実践したものと言える。ありがとうございます。